ドジャースはレギュラーシーズンの終盤に差し掛かっていますが、オフシーズンの移籍の話題がアメリカのメディアで賑わい始めています。特に注目されているのはドジャースの遊撃手問題です。今シーズン、ドジャースは外野手、ムーキー・ベッツを遊撃手として起用しました。ベッツは二類手の経験があるものの、その守備力と早急に課題がありました。6月に彼は右手を骨折し、ドジャースはミゲル・ロハスやエンリケ・ヘルナンデスらを起用せざるを得ませんでした。 レッツは8月に復帰しましたが、遊撃種ではなく、慣れ親しんだ右翼種としての役割に戻りました。その間、ミゲル・ロハスが遊撃種の主な選択肢となり、ニック・アーメットやトミー・エドマンも参加しましたが、ドジャースはシーズンを通して、このポジションで固定できる選手を維持できませんでした。この状況下で、USA トゥデイの記者ボブ・ナイチンゲール氏は、ドジャースが2025年シーズンに向けて遊撃種の補強が必要だと意見を述べました。 ドジャースが再びベッツを遊撃手に戻すとは思えない。もし外部から選手を獲得するなら、ミルウォーキー・ブルワーズのウィリー・アダメスが最適だろう。トロント・ブルージェイズのロー・ビシェットをトレードで獲得してもいいが、アダメスは FA なので、彼を選ぶ方が合理的だ。ボブ・ナイチンゲール氏は、さらに分析を加え、ドジャースは前回の遺跡でチームの未来を確保するために、12億ドル以上を投じたと述べました。 したがって、アダメスを獲得するために、さらに大きな額を使うことは、完全に可能だ。ドジャース専門サイト、ドジャース UA は、この件について議論を続け、アダメスも、リシェットも、ドジャースに加入すると、頻繁に噂される選手だと述べました。アダメスは、2022年のシーズンから、ずっと遺跡の噂が流れていました。一方、リシェットについては、今年のトレード期限に、ブルージェイズが勝率50%を下回っていた時期に、多くの噂がありました。 同サイトはさらに、ドジャースがロハスを控えにするなら、ビシェットではなく、アダメスを選ぶべきだと述べました。ビシェットは、9月18日に、指を骨折し、安定したパフォーマンスが見られないからです。アダメスは現在、9月25日時点で、32本の本類打と、111打点という、印象的な成績を残しており、チームを牽引しているのは明らかです。アダメスの遺跡の噂は、以前から広まっており、ドジャースは、彼の獲得に非常に関心を持っていると言われています。 巨大な財力を持つドジャースは、アダメスの注目を引くために、魅力的な提案を出すことができるでしょう。同サイトは、ドジャースが多くの選択肢を持っていることは良いことであると述べ、ミゲル・ロハスをチームに残す可能性にも言及しました。ロハスは、守備と攻撃の両面で貢献できることを証明しているため、彼を残すことも可能な選択肢です。ロハスのドジャースとの契約は、2024年シーズン終了後に切れ、年俸600万ドル、約8億7000万円です。 ただし、チームは500万ドル、約7億2000万円で、1年間契約を延長する権利を持っています。ドジャースは、2025年シーズンに、遊撃手として誰を選ぶのでしょうか。多くの専門家やファンは、現時点で遊撃手を補強することが必要であり、ドジャースは迅速に行動する必要があると考えています。ロハスは、現在35歳であり、少なくとも来年には、FA となるからです。 エドマンも、再来年には FA となるため、何もなければ、今後2年間で、遊撃手をしっかり守れる選手がいなくなります。さらに、もしドジャースが、アダメスや、リセットを逃すと、数年は有望な遊撃手が、FA になることはないでしょう。また、アダメスの遊撃手獲得に反対するファンもいます。あるファンは、こう述べました。アダメスは、大谷と同じ年齢であり、彼をチームに迎え入れれば、確実に戦力が強化されることは否定できない。 しかし、二人の衰えが同時に訪れることを考えると、若い選手を選ぶべきだと思う。実際、アダメスの価値を考えると、彼はすでに30歳であり、これから衰えていくことは避けられません。リシェットも、このポジションでの守備が、最も優れているわけではありません。さらに、アダメスの場合、ドジャースは、年間3000万ドルの5年契約を結ぶ覚悟が必要かもしれません。大谷がドジャースを選んだのは、チームが補強に惜しみなく投資することだけでなく、 選手育成のシステムも非常にしっかりしており、マイナーから有望な選手が次々と育成されているからです。したがって、若手選手を育て、いくつかのポジションを彼らに残すことが非常に重要です。現在のドジャースのスターティングメンバーは、高齢化しているため、長期的に勝てるチームを作るには、若手選手を育てる必要があります。財政的な観点から見ると、アダメス、またはビシェットのどちらかを獲得するには、ドジャースはかなりの金額を支払わなければなりません。 そのため、エドマンを声優劇種にし、ロハスを控えにするのも、チームが考慮すべき戦略です。エドマンは、来季も残り、ロハスが健康で今年のようなパフォーマンスを維持できれば、二人で遊劇種を務めることができます。さらに、優先順位を考えると、投手陣の再構築は、攻撃の補強よりも重要です。攻撃については、テオスカートの契約延長ができれば十分です。外野には、ページズとアウトマンがおり、内野には、エドマンや他の選手がいるため、十分に強力です。 ドジャースの最優先事項は、テオスカートの契約延長と、投手陣の強化であるべきです。さらに、トレードが行われる前は、遊撃手の補強が必要なポジションの一つでしたが、エドマンが加入した後は、内野への追加投資は、優先事項ではなくなりました。エドマンは、今年怪我をしましたが、彼は、もともとカージナルスでレギュラーとして活躍しており、来季も引き続き貢献することは間違いありません。遊撃手は、もともと難しいポジションであり、 このポジションの選手は30歳を過ぎるとパフォーマンスが低下することがよくあります。選ぶとしたら現在20代半ばのボビー・オイット・ジュニアが最適な選手かもしれません。しかし遊撃手の補強は依然として重要であるものの現在の最優先事項は投手陣の改善です。ドジャースネーションはプレイオフ前のドジャースの状況を分析しチームが投手補強に集中すべきだと述べました。 ドジャースは、打者に多額の投資をする代わりに、2から3人の投手を獲得すべきです。野球では、試合の70%が、投手によって決まります。優れた投手は、簡単に打たれることなく、チームの勝利に貢献します。投手と打者の両方を補強するのが理想的ですが、現在必要なのは投手です。高額な遊撃手に費やすお金があるなら、そのお金を、投手陣の補強に使った方が良いでしょう。サイヤング候補を獲得する方が、はるかに有益です。 チームは遊撃手の前に、中継ぎ投手とクローザーを補強する必要があります。現在のチームの人員に基づくと、来期の13人の打者は、次のようになります。正捕手、スミス、バーンズは FA。一類種、フリーマン。二類種、ラックス。三類種、マンシー。遊撃手・ロハスは FA。右翼種、レッツ。中堅と左翼は未定。DH、大谷。ユーティリティ、テイラー、エドマン、キケは FA。 この8人でチームを埋め、あと1人は控え保守で、残りは4ポジションです。打者の補強に反対する意見もある一方で、多くのファンは攻撃の補強が理にかなっていると考えています。来年、大谷は投手と打者の両方の役割で復帰するからです。年齢と怪我からの回復を考慮すると、チームは彼の休養日を増やし、大谷をフルタイムで出場させないかもしれません。これにより、彼が全ての試合に出場する資格を満たさない可能性があります。 したがって、多くの人々は、攻撃陣の補強狩りにかなっていると結論つけており、特にドジャースのような財政力を持つチームにとってはそうです。さらに、大谷のように支払い方法が柔軟であることも可能です。チームは後払い方式を利用しました。攻撃の補強が有意義であることは否定できませんが、今行うべきではありません。アダメスは、不安定なパフォーマンスの選手です。彼をチームに加えると、ロハス、キケ、エドマンの出場時間が、大幅に減少します。 一方、グラスマウは頻繁に怪我をしており、大谷と山本は怪我から回復したばかりです。したがって、ドジャースは多くのイニングを投げられる。怪我をしない頑丈な投手が本当に必要です。今後、チームが強力に補強し、今後10年の将来を考慮することを期待しています。現時点で、ドジャースは遊撃手に大金を費やす必要はありません。守備が優れ、成長の可能性を持つ若い選手がいれば、それで十分です。 ご視聴いただき、ありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、チャンネル登録よろしくお願いします。